皆さんこんにちは、あきほです。ということで今日はですね、皆さんにとっても重大な重大なお知らせがあるということで、まずはこの動画を開いてくださりありがとうございます。そしてもしかしたらまだしてない方もいると思うので、あけましておめでとうございます。あきおめです。今年もよろしくお願いしますということでですね、今日皆さんにとってもとってもハッピーなお知らせがあります。何でしょうでね、じらすのもなんなので早速発表をしたいと思います。皆さんの中で予想ついてることはありますかはい、ということで、なんとですね、私来月2月22日で20歳になるんですけど、あえて言いませんね、もうね、まあ見えないって言われるので年齢は言わなきゃわからないというね、はい、とか思ってるので何歳かは言いません。まあみんな知ってるけど、あえて言わないでおくけど、気持ちは18歳なのでね、あえて言わないですけど、まあ27歳誕生日を迎えるんですよ、要はで、その翌日の2月23日なんですけど、なんとなんとよ、なんと私2年ぶりとなるオンライントーク会をすることになりました。イエーイイエーイ。ということで、なんと2年ぶりのオンライントーク会の開催が決まりました。やったやった、嬉しいちょっとここから詳細をお話しさせていただけたらなと思うんですけど、オンライントーク会はですね、ウィズライブというアプリから、させていただきます。なのでまずウィズライブというアプリを皆さんダウンロードしていただいて、それぞれもろもろ登録しなきゃいけないことありますので、個人情報なんなりいろいろとご登録いただきまして、その後にですね、トークチケットをご購入、ポイントかな、ポイントをご購入いただく形になるんですけど、まずですね、今回が4部制になっておりまして、2月23日のまず一部がですね、ちょっとここに出そうかな、一部が11時から12時、そして2部が15時から16時、4時までで、3部が18時から19時で、4部が21時から22時の1日をかけてになるんですけど、皆さんの来てくださる方のご都合に合わせて来ていただけたらなと思いますのでね、はい、お待ちしておりますが、さらにですね、今回、3分枠と1分枠があります。この3分枠っていうのが3000ポイントで、1分枠が1500ポイントになるんですけど、またこれがですね、こっちポイントで表記されるんですけど、ご購入いただく際の金額とちょっと変わってくるので、そちらはウェブの方からチェックしていただけたらなと思いますが、今回ですね、3分枠と1分枠があるってお伝えしたと思うんですけど、それが決まってまして、11時から11時半までが3分枠の6枠、そして11時半から11時45分の3枠が1分の枠で、45分から12時までがまた3分枠の3枠になってます。2部の15時から16時は全部3分枠になってます。で、3部の18時から18時半までが3分枠の6枠で、18時半から19時までが1分枠の6枠になります。なので1分枠が全部で9枠しかなくて、それ以外全部3分枠になってます。で最後4部が21時から22時までの全部3分枠になってます。はい、その急に一気に喋るとわーってなっちゃうはい、そんな感じになっているんですけれども、ぜひ詳細の方はですね、概要欄に貼ってありますので、そちらからチェックしていただけたらなと思います。そしてアプリ内からもポイントをご購入いただけるんですけど、アプリ内だと手数料がかかっちゃうみたいなので、ウェブの方からご購入いただいた方がちょっと、
アプリより割安になるみたいなので、ご購入の際はぜひウェブの方からちょっとログインとかしなきゃいけなくてお手数ではあるんですけど、ぜひウェブの方から、ご購入いただけたらと思います。はい、ということで久しぶりのオンライントーク会が決まったということで、まあね、去年写真展をさせていただいてそちらに来てくださった方もいらっしゃいますし、残念ながら今回は来れなかったよって方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ私とお話ししたいって言ってくださる心優しい方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひトーク会お待ちしております。私の日頃の感謝を皆さんにお伝えしたいですし、もしね写真展来てくださった方がいらっしゃいましたら感想とかもぜひ聞きたいですし、なかなかこういう機会もないと思うので、よかったらぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。あ、待って、うち今なんか大事なこと言わなきゃいけない気がしてきた、なんだ、なんか大事なことを言わなきゃいけない気がしてきたんだけど、思い出したら話します大事なことを思い出しました。めちゃめちゃ大事なことだった。こちらの販売開始がですね、1月28日あさっての12時からになりますので、早もぐちになりますので、ぜひぜひお早めにゲットしてください。よろしくお願いします。で、今回ですね、まあ、2月22日でさっきちょっとね5周年を迎えるってお話したと思うんですけど、これまでね長く続いたものが大学4年間の和太鼓だけで5年目っていうのが初めてなんですよ。なのでそれも日々ね皆さんがすごく熱い熱い温かい応援をしてくださるおかげなので、本当に皆さんのおかげで5年目を迎えれるということで本当に感謝しております。ありがとうございます。そして、年明け配信でお伝えさせていただいたんですけど、このねチャンネル名を変更すると皆さんにお伝えさせていただいたんですけど、本来はですね1月1日にお伝えさせていただく予定だったんですけど、まあ、この今年ね5周年を迎えるという大きな節目の2月22日に、新しいチャンネル名を発表できたらなと思いますのでね、あともうちょっと1ヶ月ぐらいになるんですけど、はい、チャンネル名新しいのも楽しみにしていただけたらなと思います。はいそして、これからねいろいろちょっと動画のスタイルは変わってくるかもしれないんですけど、変わらず好きなことを発信して自分の楽しいことを皆さんにお届けしながら、まあ日々ね皆さんも学校だったりお仕事だったりバイトだったり、なんかもう今日も疲れたなとか、もうなんか嫌なことあったなって思う日もあると思うんですけど、この動画だったりとかラジオとかでちょっとでもねなんか皆さんの元気とかパワーとかになってたら、笑顔とかになってたら嬉しいなって思いますのでね、これからもいろんな愛をたくさん届けれるように頑張ります。いやという感じでいろいろお話しさせていただいたんですけれども、変わらずチャンネル登録さずにいてくださりありがとうございます。なんか今までと違うからもう見ないかなって思う方もいるかもしれないんですけど、もしねこの動画見て思ってしまった方がいましたら、今まで応援してくれてありがとうございます。そしてこれからも応援するよって言ってくださる方はこれからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はいこれからもよろしくお願いします。そしてですねメンバーシップのやっているんですけど、メンバーシップの方ではですねいつも普段の動画にはないラフな姿をお届けしているんじゃないかなと思うので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。そして、TikTok も毎日投稿してまして、 Instagram もたくさん投稿してると思うのでぜひチェックしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして朝日もみんなと一生懸命練習に取り組んでいますので、また次の新しい踊ってみたが投稿される日を楽しみにしていてください。そしてこちらのチャンネルでもですね、まだね動画を投稿してないメンバーもいますので、そちらの動画も投稿されていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今日はオンライントーク会やるよというお伝えでしたぜひお話ししに来てくださると嬉しいです。ぜひお待ちしております。楽しみにしてます。これからもよろしくお願いします。そしてオンライントーク会も待ってます。ありがとうございます。ご視聴いただいて。
2024年もよろしくお願いします。いろいろと投稿見てください。よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あ、この後ラジオ投稿されるので見てください。